今回はレジデントのための感染症診療マニュアル第3版を紹介します。感染症診療の原則はいつも変わらない、いつも一緒。単なるマニュアルにとどまらず、感染症診療や治療薬選択の考え方を徹底的に追求した。まさにバイブルの第3版、感染症診療の基本原則、考え方から始まり、厄介な不明熱、系統別の各論、原因となる微生物の解説など充実の一冊。第3版からは、院内感染予防、デング熱などの解説を網羅した。旅行、熱帯の2章を追加しました。青木先生の感染症診療マニュアルの第3版がついに出版された。もはやこの本の存在を知らないこと自体が、感染症診療に対する関心の薄さを物語ると言っても過言ではない。そんな本である。感染症と対峙する医師に常に勇気を与える本。多くの若者に、感染症診療の魅力を与え続ける本。この本を手元に置き、この本の伝えとする原則を忠実に守り、軸をぶらさず、困難な状況にも勇気を持って対峙していくことが結果、どれほど患者に福音をもたらすか、すぐに実感できるだろう。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。